この乱れた世に生きる希望はあるのでしょうか。今回紹介する新カードはノーマル定型印。数値は1コス武力、日力、孤高よ。計略は、チキ3で自身が撤退し、2.5 から3カウントの間。敵の武力をマイナス7する、範囲防衛の刹那計略。チキが、3と軽いから、現環境で、パワーの高い高信号霊系のデッキに採用できて、チキ調整にも使えるおすすめのカードやね。チキが、3と軽いから、現環境で、パワーの高い高信号霊系のデッキに採用できて、チキ調整にも使えるおすすめのカードやね。ちなみに、グラブルでは、高神系は、体力が多いほど、威力が上がる侵略の効果やったり、緑を青と呼んだり、鋭血対戦と両方やってると、混乱しがち。地面的に、青とも緑とも読めるから、この動画シリーズでは、青、緑で表記しとるよ。さらに余談やけど、この年末年始再ゲームス作品は、ウマ娘、グラブル、ブリコネとも無料10連ガチャやっとるみたいやね。鋭血対戦も、戦記ガチャなんか採用したからには無料ガチャやってええんやで。将軍奥義や平安刀奥義を使いたいけど入手、レベル上げの手間で。やりたいことがやれんのはモチベも上がりにくいし。家でやり込めんアーケードゲームに、ピークイン要素入らんと思っとるよ。昔の俺ではない。ほらよ、拙者に任せ。どうされました？ここからは私自身の正義に従う。飛べ！ランってのは生きるための戦いだ。この俺が飛べ流派発動。二の方飛べ、ゲロゲロゲロ、そこだ。どうぞ。バチモノめ、さらば流派発動。見ろ方、昔の俺ではない。どうぞ。人間もと飛べ飛べ、この俺が貴様砂人の声かけろ。拙者に任せよ。甘すぎるぜ。守り抜く。この俺が飛べ、おのれ。どうぞ。こらえても乱世が続くだけですよ。何の悔いもありません。ここからは私自身の正義に従う。
のは生きるための戦いだ。貴様、飛べ。さらば天気解放。死という言葉はない。一の方、そら飛べ、飛べ。こらえても乱世が続くだけですよ。何の悔いもありません。拙者に任せよ。羽を焼かれようと。うわよ、この俺が。人間ごと君、に戦機解放。今は気にあらず。どうされました？ぶっ刺してやる。どうぞ。You okay？ こらえても乱世が続くだけですよ。何の悔いもありません。圧倒的よ。流派を化石体あまり淡水で待つ通らない突撃を狙ってしまったのは陽半聖天。急ぐより試合終了までにどこかで一発入れる意識をした方が良かったね。守り抜く。のれ、流派発動。三の方、ギリギリのブザービーターで逆転。定型員の式さん武力マイナス7は本当に破格の性能に感じたよ。ご視聴ありがとうございました。